ツポツアドミチック天国、風が強くて、あ、早速アドちゃんの耳がすごいことになっていますよ。はい、春の嵐の翌日です。よしみ、百穴に行きましたね。ブブー。でもね、僕が小さい頃はね、よしみ百穴って言ったような気がするんですよ。淡い記憶なんですが、今は呼び名が違うんでしょうか。これが正しいのでしょう。よしみ百穴、よしみ百穴、よしみ百穴あ、どっちでもいいと言われてしまいました。よしみ百穴に来ております。まあ、一応桜がね、はい、こんな感じで、そばで、咲いて、3分ぐらいぐらいかな。こっちはすごいですね。風がとにかくすごいんですが、とにかく晴れたということで、埼玉ごときで何があるのかということで、まあ埼玉の真ん中辺ってことになりますかね。ここが名所か名観光地かと言われると、甚だ、お恥ずかしい限りではあるが、変わったものといえば変わったものですからね。これ全部古墳です。横穴古墳ですかね。はいはいはい、登っていきますね。これそうだね、まあ万蔵さん的には、おそらく小学校の遠足もしくは社会科見学で、来た記憶以来、で、あそこに今 ありますが、光苔自生地、これ多分日本でここだけとかなんじゃないのかしらという一応貴重なものもあると言われていますが、どこ入れない、入れないし、この金網の中なのかしらね。まあ、見ちゃダメでしょうね。でも、はい、わざわざ中に入れさせてはもらえないということだ。出す。はい。それとここですよね、これ。これ中入って大丈夫なのかな？立ち入り禁止にはなってないね。俺は実は、映るんですか？わかんない。これ、読んでください。上さん。この洞窟は地下軍事工場跡地です。はい、なんと太平洋戦争の時にですね、ちょっとおっかない話かな、わかんないけど、この中で、兵器を作っておりました。はい、みんなで横穴をいっぱい掘ってですね、空襲から免れるようにするために、この横穴をどん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 左右あちこち、これ全部で何キロあるのか分かんないけど、広げて、この中で、中島飛行機という、まあ今はスバル富士重工がそうなんだけど、の元々が中島飛行機という、まあ飛行機の会社なわけですが、そこの、飛行機の部品をこの地下で空襲に耐えながら作った跡地です。すごいよね。怖いね。なかなか強烈ですよね。はい、これ隧道マニアの人とかはどうなんだろうね。隧道じゃないからマニアとしては面白くないのかな。洞窟マニア、なかなかインパクトありますよね。でこの、まあ、当時の人たちがこう吉見の百穴に目をつけて掘ったんでしょうね。ここを選んだわけですよ。まああの熊谷とか、もちろん大宮もだけど空襲の対象になってたんで、その辺の工場を こっち側に疎開させる、避難させるというのが
目的だったと思うけど、確か記録を読んだんだけど、出来上がる直前に終戦になっちゃったようなことが書いてあったような気がした。そうなんですよ。行ってみますか。これ。ここで終わった。結構急だね。はい。登るね。なかなか地味に急だね。すげえ。じゃあ無理はしないでもいいよみたいな感じで。でもこっから眺めが綺麗だよ。上に行けばもっと眺めが綺麗だということか。はい。うわ、大江さん、スズメバチ注意の看板あり。うわ、そうだね。つってか、これさ、ここ古墳にし、よくこんなに掘ったよね、この昔の古墳時代の方たちはさ、よっぽど掘ったね。ここになんか思い込みがあったんだろうね。すごいっすね。すごいな。なんだかんだ登っちゃいましたね。おじさん、せめてそこの展望のいいとこまでは行ってみましょうよ。おお、何これ、ここまで来てこんな感じ。いや、ここにまで上がってきて、やっとこの吉見百穴のなんか、説明看板があるというね。すごいよね。大江さんの息が上がっている。ごめんなさい。そして見晴らしはいいよ。まだ桜は。綺麗ですよ。これ、土手沿いがね、まだ一部二分咲き程度で、残念ですけど、もうじき桜祭りですか、あるというのと、あと大江さん、この向こうの山、向こうのあっちの山が松山城です。え、山、うん、その山、あれが、あそこに看板があるじゃないですか、武州松山城という後ろですよ。なんだっけ、難波田城に行った時に、名前忘れちゃったけど、誰かの武将と誰かの武将が、歌を掛け合いでさ、戦ったっていう記録があったじゃないですか。あれがここです。です。はぁ、大江さんが調子悪い。そして、遥か遥か向こうに富士山が映っているので、めでたいという気持ちで、この動画を終わろうと思いまする。いいかい？そうですね。4月上旬は桜、かなり見頃になるかと思われます。入り口のところでひたすら大きい音でテープの何やら説明が流れております。虚しさを感じます。
一応入場300円です。まあそんなもんでしょう。一応ね、天然記念物とかですから。はい。でも光ゴケ見えねえんじゃダメじゃんね。はい。そんな感じで、よしみの百穴でした。じゃおー。